さあ後半スタート。このパス越えるか。スルーパス、シュートレンジです。バルガオガルシア、あと少しでした。相手の素晴らしい崩しに一番危険なエリアを開けてしまいましたね。デイクス、スローインです。長いボール裏へ落とす。このボールはカットです。オフサイドになります。ギリギリのところをついたんですが、わずかに飛び出しが早かったバルカオ・ガルシア。ほんのちょっと出てましたよね。ラメラ、ラインの裏狙いましたね。さあボールが抜ける。さあどうだ、1対1、ゴール、素晴らしい。更新ストロンド、これで3ゴール差になります。狡猾にもルチュートを決めてきました。キーパーを見てこれはいけるっていうイマジネーションが湧いたんでしょうね。なるほど、柔らかいボールでしっかり決めてきましたね。はい、素晴らしいハットトリックです。絶好調ですよね。さあノースイーストロンドン、最初にリードしてさらに2点追加しています。マンチェスターユナイテッドとしてはやっぱりちょっと劣勢ムードですよね。はい、そろそろ1点返しておきたいですよね。そうですね。ボールが抜ける、ルーニーのシュート、合いません。しっかり寄せてましたね。いいディフェンスだったと思いますよ。マンチェスターユナイテッド、この時点で3ゴール差を追う苦しい展開になっています。このボールをカットします。もう一つ前に行きたい。これ来ましたね。オープンなゾーンだ。ギリギリのところ抜けてきましたね。中は揃っています。ボールはクリア、シュートもあります。ファールをもらいます。さあチャンスになるノースイーストロンドン、フリーキックのチャンスです。十分狙える直接、それともコンビネーションプレーなのか。直接、まだありますよ。もう4点目かというシーン。さあ前線へ、ワンマタ、ラメラ、ボールコントロールする、上がっていけるか、抜けてくる、ここで受ける、こぼれます。距離で持っていけるか。さあ抜けてきた。これはつながりませんでした。カプエ、後半ももう3分の2が経過しています。マンチェスターユナイテッドとしては攻撃が形になってませんよね。厳しいゲームですけど、なんとか意地を見せてほしいですよね。そうですね。ボールが抜ける、キーパーの1対1、これ突破されましたね。マンチェスターユナイテッド、このゴールであと2点です。バルカオ・ガルシア、最後はキーパーと勝負という場面でしたね。
落ち着いてよくキーパーが見えてますよね。さあマンチェスターユナイテッド2点差に詰め寄りました。コースが空いたか、コーナーキック。さあどんな攻めが見られるのでしょうか。チャンスですよ。さあ上げられるか。チャンス続きます。誰に当ててくるのでしょうか。ショートコーナー、パウリーニョに渡る、抜けてくる、中で味方の選手が待っている。後半39分です。ここは読んでいました。縦へのボール、ラメラ絶妙ですね。切り返して手元の時計3分を切っている状況。上がっていきます。抜け出しました。ファンペルシーに預ける。ファンペルシーゴー。後半残りわずかです。いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、まあシュートもそうなんですけど次のプレーをイメージしたコントロール、ここが全てだったと思いますね。そうですね。さあマンチェスターユナイテッドもう1点いけるか。いやよく1点返しましたね。この勢いこのリズムでもう1点ぐらいいけるんじゃないでしょうかね。レフリー試合終了のホイッスル。3対2マンチェスターユナイテッド接戦を制することができませんでした。さあいかがでしたか。